は目元プロデューサーの柿内彩子です。今日もよろしくお願いします。今日はですね、インスタの方にボリュームラッシュとか 3D とか 5D とかどう違うんですかというご質問をいただきましたので、解説していこうと思います。まずシングルラッシュ、1本に1本つけることをシングルラッシュと言います。それに対してですね、ボリュームラッシュとか 4D、3D とか言われるものは1本の毛に対して何本かの毛束をくっつける方法を言います。なのでそもそもその1本に1本つけるつけ方とは違うということですね。まずですね、種類として 3D とか 4D とか 5D っていうものはそのままです。3つが1つになっているものが 3D とか、4本の毛が1つになっているものが 4D とか、5本になると 5D とかいう風になります。で、ボリュームラッシュっていうのも同じです。こういう風に技術書がこういったツイザーを使ってですね、毛束を作ってですね、1本につけていくような技法になります。昔フレアと呼ばれるものがあったんですけども、フレアっていうのは本当によく使われるような細さが 0.15 ミリとかの毛を3本にしたものなんですけど、やはり太くなってしまうので毛に負担がかかってしまう。もう昔に流行ったものになるので今使われていることって非常に少ないと思うんですけども、なので 0.15 ミリのものをもっと細くした 0.05 ミリを3本1本にしてですね、羽が生えたみたいにふさふさに見せるような技法になるんですけども、 0.15 ミリを1本つけるんじゃなく 0.05 ミリを3本つけることで全体的な太さは変わらない 0.15 ミリ。毛に負担がかかるかかからないかというと、シングル1本の負担と言われているような技法がボリュームラッシュと言われています。ただやっぱりですね、毛が細い人には私はおすすめしません。重くなってしまってですね、グルーの量も増えてしまうので結構白目にかかっちゃうことがあるので、それに耐えれるだけの毛がある方におすすめしていただく技法になります。質問の中にはバインドロックとか呼ばれるものもあるんですけども、一つの毛にですね挟んでつけていくような技法になるんですけども、毛に負担はかかってしまうので毛が強い方とかにおすすめさせていただいております。おまとめさせていただくと、昔あったフレアタイプ、結構太めの束になります。ボリュームラッシュ、これはまあ 3D、4D、5D と言われているものと一緒で、毛の本数がいくつかで呼び方が変わってくるというだけになります。あとまあバイドロップとかまつげに挟んでいくような技法になるんですけども、どちらにせよシングル、ワンバイワンでつける技法ではないことを呼ぶような名前になります。ただこういった1本に対して数本つけるような技法っていうのは、やはり毛が強くて健康的なこと、ある程度長さがある方におすすめするので、毛が弱い方、細い方ほどそういったのしたいかもしれないんですけど、私はおすすめしておりませんので、しっかりアイリストさんと毛の健康状態を知った上でおすすめしております。ストレス感じていて毛が抜けやすかったり、産後の方とかにはそういったボリュームラッシュとか避けた方がいいと思います。本日はどうでしたでしょうか。またですね、まつエクに関してこういったちょっと専門的なことでわからないということもイラストを使ってご説明していくので、何でもご質問いただければなと思います。それでは本日もどうもありがとうございました。